井の,頭恩師公園井の頭恩師公園、井の頭恩師公園、井の頭パークは、東京都武蔵野市と三鷹市にまたがる、都立公園である。1917年、大正6年5月1日開園。三保寺池、石神井公園、全福寺池と並び、武蔵野山大遊水地として知られる、井の頭池を中心とした公園である。東京都西部公園緑地事務所が管理している。 日本桜名所百選に選定されている。井の頭恩師公園以下、井の頭公園というは、武蔵野市の南東から三鷹市の北東にかけて広がる公園である。総面積は、約四十三万メートルである。井の頭公園はその中心に、井の頭池、約四万三千メートルを要している。井の頭池は、北西南東方向に伸びる細長い形の池で、 あり、北西端は二つに分かれ、南東端からは、井の頭池を源とする神田川が流出している。神田川の流れの一部も井の頭公園に含まれている。また、井の頭池の西側には、御殿山の雑木林があり、吉祥寺通りを挟んで、東京都建設局井の頭自然文化園が一致している。雑木林の南側には、玉川上水が、東南方向に流れ、 そのさらに南には西園が位置している。この西園には400メートルトラックと三鷹の森、ジブリ美術館がある。玉川上水の下流側の脇には小さな広場のある東園がある。行政区分から見ると、井の頭池と神田川、西園、東園が三鷹市に属し、井の頭自然文化園と御殿山の雑木林が武蔵野市に属している。 井の頭駅から北500メートル弱には JR 中央線、吉祥寺駅が位置している。この吉祥寺駅には、井の頭公園に向かう、公園口、南口が設けられており、吉祥寺駅から井の頭駅にかけて、若者向けの商店が並んでいる。南東の神田川沿いには、京王井の頭線の井の頭公園駅がある。井の頭公園駅から、井の頭駅までは資金であり、 その間では小さな広場や小道を散策することができる。井の頭公園にとっての春は、井の頭池を縁取る桜、染井吉野の季節である。池の中央を渡る七重橋から眺めると、岸からせり出す枝枝の桜は、池に向かって水面を大湾とするほどに檻を持って咲き、その花の淡い色が水面や空とコントラストをなす。一斉に咲き、一斉に散っていく。 ソメイヨシノの華やかさと、儚さが、水に移ってさらに引き立つ。桜の開花時期、3月末から4月の初めには特に、多くの来園者が訪れる。池の西側の梅園では、桜の開花前にも多くの花が見られる。梅園の北側に向かった池沿いには、遊水口があるものの、現在は、水量が乏しい。夏の井の頭公園では、御殿山を覆う。 雑木林の緑の色と、その木立ちの中のすがすがしい空気とが楽しめる。秋になると、井の頭公園は、多種多様な木々の紅葉によって彩られ、散策道も埋めるほどに、落ち葉が折り重なる。井の頭公園には、杉や、ヒノキなどの常緑樹だけではなく、ケヤキ、シデ、シー、カシ、コナラ、クヌギなどの落葉樹もたくさん植わっている。 井の頭公園の冬は賑やかである。渡り鳥が多く飛来し、井の頭池にて越冬する。九月半ばから三月にかけて、井の頭池には、オナガガモ、キンクロハジロ、ハシビロガモなど、何種類もの渡りのカモが集まってくる。この時期以外に見かけるのは、定住しているカルガモである。井の頭池には、カモ以外にも、ゴイサギ、カイツブリ、カワセミなど、いろいろな種類の鳥がいる。 園内では野生の蛇を見かけることもある。井の頭池は豊かな湧水を誇っている。園内武蔵野市川の御殿山遺跡からは、縄文時代の縦穴式住居遺跡や、旧石器時代の石器や、敷石住居も出土することから、井の頭池は古くから人間の生活に不可欠な水源となってきたことが伺える。井の頭池生誕の島に現存する。 井の頭部材店、別当時は、天台宗大森寺の起源は、伝承によれば、平安時代中期に六孫、大常元が、最長、伝行大施作の部材店予像を安置するため、この地に建てた、道出るとされる。部材店の縁起には、その後、元平合戦の頃、源頼朝が、東国平定を祈願し、その大願成就の後に改築されたことが、伝えられている。その後、 鎌倉時代末期の原稿の乱の際に、新田義貞と、北条安家との対戦の陛下で、別財天が消失した。数百年の間放置された後、江戸幕府三大将軍、徳川家光により、別財天が再建された。井の頭という名称は一説には家光によって、名付けられたものと伝えられ、自ら小刀で、別財天の片荒の拳の木にその名を刻んだとも、伝えられる。 現在、その場所には、その伝承を記した石碑が建てられている。井の頭という名称の由来についてはそれ以外にも、縁頭、この水の美しさと家光が共嘆したことがその後に、転じて、井の頭になった、とする説もある。なお御天山の地名は、家光が高狩りに訪れた、際の休息のため、井の頭池を見渡す場所に御天を造営したことに、由来する。 この一帯の武蔵野は、三鷹という地名にも残るように、徳川歴代将軍が高狩りを楽しんだ高場であった。井の頭部財天の持寺の大森寺の記録、神田狼水井の答弁財天略演理には、家康が自らの手で水を汲み、関東随一の名水だと褒めて、お茶を入れるのに使った。と記されている。 江戸時代の特に、江戸市民にとっては、ベザイテンは信仰の地であるとともに、降楽地でもあった。これは、江戸時代の初頭に神田川が改修されて、江戸に神田浄水が引かれたため、江戸市民にとって、井の頭池が水亀となったことと関連している。ベザイテン境内や向かいの石段、石段を登り切った周辺などに、その当時の商人や歌舞伎役者が寄進した石灯籠、 宇賀人像などが残る。なお、かつては、石像の鳥居も存在した。この鳥居は1767年、明和4年に寄進されたものであるが、明治初年の神仏分離令の際に撤去され、鳥居の中石は後に、井の頭池と神田上水の間の水門に、転用された。その水門は現在使用されていないものの、池の東端付近に今も残る。微材店への賛同は、 現在も、史跡として整備されており、黒門と呼ばれる黒い鳥居もある。江戸時代には、井の頭池と一体の林が、幕府御用林として保護されていたが、明治維新後は、東京府が買収した。井の頭公園内は、神田川の水源である、井の頭池が、多くの面積を占めており、ボート上も整備されている。また、池の南側を、摩川上水が流れ、 玉川上水の南側の西園には、三鷹の森ジブリ美術館がある。吉祥寺通り、公園通りを挟んだ西側、こちらも公園内を含む、園の西北部は、井の頭自然文化園、有料一般400円2015年4月現在となっており、動物園、北村聖望彫刻館、長崎市の平和公園にある平和記念像の原型などを収蔵、日本庭園などがある。 公園内ではないが、玉川上水沿いの近所には、三鷹市、山本雄三記念館もある。また、公園近辺に、商店や飲食店も多く立ち並んでいる。公園利用者、来園者、近隣住民のマナーの悪さが問題となることがある。利用者が原因と見られる問題は、ゴミの問題、夜間の騒音、落書きや、近隣の住民による、ノーリードでのペットの散歩や、 墳の放置などが想定される。また公園利用人以外にも公園敷地内に駐輪する者もおり、武蔵野市では通勤、通学時は吉祥寺駅周辺の市営駐輪場の利用を呼びかけている。2000年頃より来園者にゴミを持ち帰ってもらうため公園内のゴミ箱が撤去され、現在は園内にゴミ箱や吸い殻入れは設置されていない。 これによりゴミやタバコの吸い殻が園内に放置されることが一時的に多くなったが近年はゴミを持ち帰る利用者が多くなっている花見のシーズンには臨時のゴミ集積所が設置されるなど利用者によるゴミの排出量が一気に増加する花見の時期には園内で打ち上げ花火などの危険行為を行う者がいたり利用者同士のトラブルも発生しメディアによって特集されることもある 井の頭公園を管理している東京都並びに東京都西部公園緑地事務所は公園内での露店による販売行為を禁止している公園の各所にその旨を伝える貼り紙をつけた赤いコーンが置かれたがその横で堂々と無許可で露店を構える者もいたこれらの取締りを強化するとともに2007年平成19年によりストリートライブや大道芸などのパフォーマンスや 販売行為などの公園内での活動を定めのルール下で認可する井の頭公園アートマーケッツという登録制度が導入されている。また、井の頭池、広さ約4.2ヘクタール、深さ平均1.5メートルの水質汚染も問題となっている。原因としては、井の頭池に流れ込む湧水の減少のほか、地下水脈に掘削工事による排水が、 混入しているという説ある。また、井の頭池に住むコイやカルガモなどの餌として、スナック菓子やパンの切れ端以外の弁当の残りなどを池に投げ与えることも水質汚染の一つの原因に挙げられ、ミシシッピ赤ミミガメやカミツキガメなどの外来生物の繁殖の要因ともされている。なお、公園内の売店はかつてコイの餌として符を販売していたが、 餌やり防止のため現在は販売していない。これらの問題を解決すべく、周辺の公立小中学校にポスターを配布して、マナーを守るよう呼びかけたり、児童生徒がゴミ拾いをするなどの活動を行っている。また現在では、橋の欄干から見える池の中に自然を守るため、餌を与えないようにと呼びかける立看板も設置されている。 井の頭池はかつて1日1万トンあった湧水が、周辺の市街地下と地下水組み上げにより激減し、1960年代から水が濁り始めた。地底が見えなくなると、ゴミの不法投棄や外来生物の密放流が相次いだ。東京都は1980年代から、地底の泥ードを取り除いたり、水の浄化装置を設置したりしたが、汚染に追いつかなかった。 2004年10月の大雨による湧水量増加で池が一時的に済んだことをきっかけに抜本的な池再生の機運が高まり浸透マスの設置に補助金制度ができた。2006年に東京都と地元住民などが設立したいのかしら恩師、公園100年実行委員会の目玉事業の一つである池の買いりへとつながった。2009年、 平成21年2月28日には、井の頭恩師公園100年実行委員会の主催による読みがえれ、井の頭池、井の頭恩師公園水質浄化セミナーワークショップが開催された。この活動は、井の頭池の水質浄化のためには、多くの市民の理解と参画が重要であるとして、企画されたものであり、多くの市民の参加のもと、 井の頭池の水質の浄化について考える機会が持たれた。蘇れ。井の頭池。運動は、井の頭恩師公園100周年を迎える2017年までに、池をきれいにするのが目的である。2014年、平成26年1月、井の頭池の水を抜き地底を天日にさらし水質の浄化を図る。第1回目の回掘りが行われた際には、ブルーギルや、 大口バスなどの外来生物の駆除が行われたほか、不法投棄された大量の自転車などが撤去された。水の透明度は大幅に高まり、第2回目の貝掘り後の2016年春には、1957年に発見、命名された後に野生では絶滅したと見られていた、草類、イノシラフラスコモが再生した。2017年、開園100周年くれ、3回目となる、 貝掘りのための排水に着手2018年3月に地下水を張り在来種が戻された。井の頭公園は多くの野鳥の繁殖地にもなっている。カラスも多く生息しており、吉祥寺、三鷹などの駅周辺や住宅街でカラスがゴミを砂取るなどの問題も発生している。井の頭公園アートマーケッツは公園利用の適正化と露店の出店や 屋外パフォーマンスのルールを明文化したものである。これらに対して一定のルールを設けることによってアート発信の場所として井の頭公園の魅力を生かそうとする全国的にも画期的な試みである。その背景には、それまで週末や休日には露店や大道芸、聞き語りなどのパフォーマーが集まり、 井の頭公園の魅力の一つとして知られていたことを挙げることができる。実際にはそれらの行為は都市公園法違反の無許可占有であった。東京都西部公園緑地事務所には近隣住民から騒音や治安の悪化、通行の支障になるなどの苦情も多く寄せられていた。そこで井の頭恩師公園100年実行委員会が主体となり、2007年、 平成19年1月13日より、東京都西部公園緑地事務所を事務局に、井の頭公園アートマーケッツの実施を開始した。この井の頭公園アートマーケッツは、上述した苦情に対応して、都市公園法との調和を図った上、水と緑の再生、公園を核とする、街の賑わいの創出を柱にして、地域の活性化を図ることを目的とするものである。 井の頭公園アートマーケッツに出展したい希望者は例年12月に公表される募集概要に基づき応募する。応募できるのは満16歳以上の日本国内居住者であり、16から19歳の場合は親権者の同意が必要となっている。審査に通った場合、年間登録料を12000円を前払いで全額支払う必要がある。なお、 井の頭恩師公園100年実行委員会は登録料のすべてをマーケットの運営のためだけに使用するとしている。井の頭公園アートマーケッツは基本的に土日祝日開催され、開始は朝9時、終了は夏季は午後7時まで、冬季は午後5時まで行われる。なお、桜の開花時期は開催が休止される。井の頭公園アートマーケッツは 物品の販売は手作りの品に限られ、リサイクル品や食品の販売は禁じられている。この点でフリーマーケットとは異なっている。井の頭公園アートマーケッツは改善すべき問題も多く抱えている。全国的にも前例がないため、思行中の面も残る。例えば、東京都はこの井の頭公園アートマーケッツとは別に並行して、 ヘブンアーティストというライセンス制度も行っているが、ヘブンアーティストはオーディション等の審査を経て合格すれ、一年中活動できる、上、登録料等は無料であり、都内数十カ所での活動が可能である。アートマーケッツでは、ヘブンアーティストのライセンスの有無に関係なく、登録できるが、運営の対象にアーティストも含まれているのにもかかわらず、 アートマーケッツとヘブンアーティストの登録条件に格差があり、一部のアーティストから不満が出ている。活動ポイントの場所取りは早い者勝ちで、始発前から場所取りをする者もいる。また、パフォーマーでありながら、パフォーマンスを行わず、物販だけをしている者もおり、一部のアーティストから不満が出ている。登録パフォーマーアーティストは100年実行委員会のウェブサイトを参照。 2010年、平成22年現在、井の頭公園で通年開催されているイベントには主に次のものがある。井の頭公園はテレビ、新聞、雑誌、書籍などにおいて頻繁に紹介されるほか、これまでに多数の作品において、井の頭池などで撮影が行われた。例えば、公園内で朝岡めぐみのデビューシングル、メバえ。 1972年のレコードジャケット写真が撮影されたり、俺たちの旅、中村正俊主演、1975年、日本テレビ放送網などのテレドラマや映画、またはテレビコマーシャルなどのロケが行われたこともある。また、井の頭公園が出てくる本としては、幸福の手紙、内田康夫、新潮文庫、1996年10月発行。 喋れども喋れども、佐藤孝子、新潮文庫、2000年6月発行、大筆や、辻人となり、改流者、2004年4月、ノルウェーの森、村上春樹、講談社文庫、2004年9月発行、夜の公園、川上博美、中央公論新社、2006年4月発行、火花、又吉直樹、文春文庫、2017年2月発行など、他に、 大島由美子の漫画、グーグーだって猫であるがある。それ以外にも、2009年、平成21年4月より、武蔵の FM にて、井の頭公園ノートを放送している、月曜日11時30分11時35分、再放送、土曜日8時55分9時。同番組では、公園の歴史と現在について、音声で発信しており、インターネットでも聞くことができる。 開演100周年記念として映画パークスパークスが制作され2017年4月に公開された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。